西郷村県民リポーターの大石修吾です。今日は西郷村役場の高久さんと西郷村イメージキャラクターの西郷にも来ていただきました。今回紹介させていただくのはフットパスです。いきなりですが大石さん、フットパスって聞いたことありますか？聞いたことないです。どういうものなんですか？フットパスっていうのはざっくり言うと散歩みたいなものなんですけれども、今回そのフットパスに詳しい方をお連れしましたのでご紹介させていただきます。はい、北浦です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フットパスとはイギリスが発祥ですが、日本では地域を楽しみながら歩く散歩道とレクリエーションのウォークとして取り入れられております。日本では地域活性に効果があるということで日本のあちこちで行われていますし、西郷村でも取り入れて官民連携で取り組んでおります。それでは話だけでも分かりにくいと思いますので実際に歩いてみましょうか。はい、よろしくお願いします。これです、読んでみてください。白川町、はい、西郷村教会町ですね。町なので明治の時に建てられたものですね。へえ。でこちらがお稲荷さんですね。豊洲稲荷ですけど、はい、実はこの下のこの山が西郷村唯一の古墳だと言われております。詳しいことは不明らしいですけどなるほど、うん。フットパスって道中の寄り道とか食べ物とかも魅力の一つなので、ちょうどお菓子の大黒屋さんありますので寄ってみますか？あ、寄ってみましょう。はい、大黒屋さんでおすすめされたあんみつをいただいてみましょうか。いただきましょう。うん、さっぱりとした味わいで夏にぴったりですね。とても美味しいです。本当に美味しいです、はい、しかも心もリフレッシュしたところでまた歩けましょうはい、次は、あちら川の方へ行きたいと思います。はい、橋は新田橋って言うんですけど、西郷村の隠れたビュースポットになっています。春になると両側の桜の花が綺麗ですし、秋は紅葉になってて川がちょっと逆さに映って綺麗です。初めてフットパスを体験していたんですけど、普段西郷村に住んでても歴史などが知ることがなかったので勉強になりましたし、かつ自然もそれを満喫できてとてもいい体験になりました。せーの、シェア。